ギルティーギアオフィシャルアンバサダー公式プレイヤーの長友愛理です。さあこちら見てください。じゃじゃん。先日8月7日に発売された堀さんと、ギルティーギアのコラボのアケコンです。こちらを私購入しましたので、ちょっとね、今回レビューをさせていただきたいと思いますが、でまず箱が結構ダイナミックな感じで、届いた瞬間私ちょうどねストライブの配信をしてたんですけれども、めちゃくちゃもう目がキラキラしましたね。この箱を開ける時のワクワク感が半端なかったです。で実際の商品がこちらです。じゃじゃん。かっこいいでしょ。めちゃくちゃかっこいいんです、こちらのアケコン。私格闘ゲーム自体は多分もう 3,4 年ぐらいやってるんですけど、今回ギルティーギアをもっともっと楽しめるように、そして自分の気持ちモチベーションを上げるために、まあ、せっかくなのでこちらの PS5 もね使える、 PS4 も使える、 PC も使えるということで万能な、アケコンですのでね、ちょっと買ってみました。なんでパッドでやってもいいじゃんとかいろいろ意見あると思うんですが、なんで私がアケコンを使っているのかというと、かっこいいからです。それだけです。はい、こちらはですね、堀さんの最新型アーケードスティックの、ファイティングスティックアルファっていうのを使ってるんですが、まあ、このレバーですね、音聞こえるかな、なんかね結構音がね静かなんです。その割にはそのなんだろう、しっかりとこう入力した感があって、なんだろう、あ、ゲーセンに私いるかもしれないと思ってしまうぐらいのこのコントロールしやすさ。実際にこうゲーセンとかで行ってね、アーケードゲームとかしたことあるんですけれども、あ、やっぱりしっかりとなんかこう再現されてるなっていうのにもすっごい感動しました。でボタンがですね、これ結構マットな質感になってまして、まあ押し心地ももちろんいいんですけど、静音機能がすごいんですよ。やっぱりマンションとかに住んでたりとかすると、その近所迷惑だとか、あと一緒に家族と住んでいる方とかだと気を使って深夜にゲームができないっていうこともあると思うんですけど、あのねすごい静か。配信でも言われたんですけど、かなり音が良くなった、聞き心地がいい音、なんなら音が少なくなったって言われました。で実際に、まあ、通話しながらこのギルティギアをやってたりした時に、あれボタン押してるみたいなことを聞かれたことがあって、で、あ、本当に音が静音なんだなっていうのにすごい感動しましたね。で自分でも実際に配信見返したりしても、音が全然なんか今までと違ってなってなかったので、あ、すごい感動しました。あとはここですね、ここの部分で PS5、PS4、PC に切り替えることができます。で設定をいじった後にこのロックとかもねできますね。であとはこのタッチパネルもねかっこいいっすよね、いいっすよね。はい、でプレイステーション、もうこれプレイステーションライセンスのもうブランド品ですからね、かっこいいでしょ。うん、今このストライブのデザインにねなってるんですけれども、自分でオリジナルのねデザインにすることもできて、そのなんだろう、台紙みたいなのは堀さんのホームページでダウンロードして自分で印刷してここに埋め込むっていった感じで、ここパカって開いてやるんですけれども、はい。であとはメンテナンスがねすごいしやすいということで、結構そのこの中ってすごい未知じゃないですか。私もこれ開けこ2台目なんですけど、まあ、実際カスタマイズをねしたことがないんです。なんか難しそうだし、改造してなんか変なことになったら怖いなっていうのもあったんですけど、見てくださいこれね、ここになんかスライド式のボタンみたいなのがあって、これを押すと見てくださいよ、パカって開くんです。すごくないですか。てかもうこのなんかなんだろう、開けコンの中の内臓を見る感じがまたさ、こうなんだろうな、なんかワクワクする、ウキウキするっていった感じでねテンション上がるんですけれども、まあ、かなりこのレバーのメンテナンスだとかボタンのメンテナンスだとかしやすいかなというふうに思います。簡単です。でこの中に実際その持ち運びするときとか、なんていうの、
このコードをね収納するところもあるのでかなりコンパクトになるかなというふうに思います。しまいます。ここねパーって閉めることができます。線もここから出てます。でこれはアプリケーションで自分の好きなように機能をカスタマイズすることができるので、まあ、PC でダウンロードして、まあ、お好きなようにカスタマイズをしていただければといった感じなんですかね。私はまだそのカスタマイズをやってないし PC でも PS4 でもピッて刺したら自分のもともと設定したボタン設置で合っていたのでそのまま使用しています。はい、これね片手で今持ってるんですけど見た目とか大きさは結構大きいんですよね。幅が40センチで奥行きが30センチ、重さが 2.7 キロなんですけど、見た目よりも全然その私がこう片手で触れるぐらいなんだろうちょうどいい重さっていうのかな。なんか結構その私が結婚買う時に気にしてたのがまあちょっと重すぎたら持ち運びする時に大変だなって思ったりだとか、結構そのプレイする時に多い時で1日 4,5 時間ぐらいプレイすることあるので膝の上にずっと乗せたまんまだとちょっとなんかもう疲れちゃうんじゃないかなっていう懸念点があったんですけど、まあ、バリバリこれぐらいの重さだったら膝の上に置いても全然安定してプレイすることができました。なんならめっちゃコンパクトに膝の上に収まってくれる感じで安定感がしっかりあるんですよね。こう滑りマットがこう2つしっかりついてるんですけど、これのおかげでなんかまあ汗かいても全然滑らないですし安定感がなんて言ってもあるかなっていった感じですね。でこの指を乗せた時にちょうど手の指の作りと同じ感じになってるんですよね。なので自然にこう置いてなんだろうボタンがすごく押しやすいなっていった感じがありました。前に使っていたのがこちらのクワンバさんのかなり軽い持ち運びが便利でこれもすごい使い心地いいんですけれどもこれだったんですよ。それと比べるとかなりその大きさっていうのは違うかなと思うんですけど使い分けしてもいいのかなっていうふうに思いました。なんかしっかりこのアケコンはなんだろうなんかもうあギルティギアやってる楽しいっていった感じが味わえるかなといった感じですね。 PS だけになるんですけれどもまあ、ステレオヘッドホンとマイクの端子の搭載もしているということでかなり優秀なアケコンかなと思って、まあ、お値段大体2万円ぐらいだったんですけどなんか安いかなって思いました。こんなに機能がいいアケコンなのにあそんないいんですかっていった感じの、だってアケコンなんて何年も使うしねえもうもはや相棒みたいな感じだからまあ、全然私はこれを自分で購入して後悔してないですしこれからもっともっとギルティギア頑張って上手くなって強い選手と戦いたいなっていう風に思いました。はい、このデザインがすごいかっこいいんですけど、まあ、自分のねその気分によってカスタマイズできたらいいなって思いますしこれからこのアケコンと一緒に頑張っていきたいと思います。ということで本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。バイバイ。